すっかり、大谷ファミリーに溶け込んでいるようだ。ドジャース、大谷翔平投手、29、が20日に韓国、ソウルで行われたパドレスとの開幕戦で、2番、DH で先発出場。5打数2安打1打点1盗塁と躍動し、チームは5-2で勝利したが、スタンドでは強力な援軍が見守っていた。この日、マミコ夫人は大谷の両親らと共に高弱スカイドームに駆けつけ、 ドジャースのユニフォームにキャップをかぶって声援を送った3回に相手先発のダルビッシュからおっと大谷が右前打を放つと思わずマミコ夫人はスタンドで万歳をして喜びを爆発笑顔で周囲とハイタッチを交わしたその後あまりに張り切りすぎて声が枯れてしまったのかマミコ夫人は隣に座っていた大家の母佳代子さんからお裾分けされたのど飴を口に入れてなめる姿がテレビの生中継で流れる一幕も このほっこりシーンに SNS 上では、大谷翔平のお母さんからのプレゼント、大谷ファミリーの絆が感じられます。完全に大谷ファミリーに馴染んでいる、などと話題になっている。